はい、豊原急整骨院長の石丸です。お願いします。本日は、めまいについてお話したいと思います。当院ではですね、めまいの患者さんも、数多くいらっしゃって、病院に行ったけど、治らないという、患者さんが結構いらっしゃいます。それでですね、めまいを考えるときに、めまいの種類と、あと病院、西洋医学、耳鼻咽頭科と、東洋医学の、考え方の違いについてお話したいと思います。それでですね、めまいはですね、大きく2つに分けられるんですよね。まず1つ、不動性、不動性のめまい、これはどういうめまいかと言いますと、ふわふわするめまいなんですね。ふわふわ、ふわふわするめまい、ふわふわするめまいを訴えるとですね、病院、西洋医学、耳鼻咽頭科ではどう考えるかというと、脳の異常があるのかなって考えるんですよね。脳が、おかしくなってんじゃないかなと、じゃあどうするかというと、究極は、脳神経外科などに行ってですね、脳のですね、検査をするわけなんですよね。それで異常が見られない場合は原因不明となってしまうわけなんですよね。ほとんどの方がですね、ふわふわするけど、脳に異常がない方が、ほとんどですね。逆に言うと、脳に異常があった場合はですね、小脳変性症とかですね、そういった場合はかなり、極めて、治すのが、困難になりますので、99% ぐらいの方はですね、脳に異常がなくて、原因不明と、なる患者さんが多いと思います。それですね、2つ目のめまいなんですが、回転性のめまいなんですよね。回転性のめまい、くる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 回るめまいなんですよ。くる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 ね、くるくる回るめまいがあった場合には、病院、西洋医学、耳鼻咽頭科ではどう考えるかというと、耳に異常があるかと考えるわけなんですよね。耳に異常があるかということでね、検査をする場合もあると思うんですが、ほとんどの場合は回転性のめまい、ぐるぐるめまいを訴えられると、もうあなたは耳に異常があるんだということで、診断されて、それに対しての薬が出るわけなんですよね。でもですね、実際に耳を開けてですね、あ、これだ、これが本当の原因だっていうふうにね、見てるわけじゃないんですよね。あくまでも憶測、回転性のめまいは耳から来ますよという決まり事がありますので、病院、西洋医学、耳鼻咽頭科では耳の異常と、診断するわけなんですよね。そういった時に、ステロイドとかね、抗生物質、あとは、ビタミン剤がね、処方されるんですが、根本的な原因になってないことが多いんですね。どうしてかというと、本当の原因、根本的な原因とか、あとは、あ、これだって断定して、診断できてないんですよね。そういったのが、病院、西洋医学、耳鼻咽頭科の、診断方法でございます。一方ですね、東洋医学ではどうなっているかというと、東洋医学ではどういう考えかというと、水の異常だと考えるんですよね。水の異常っていうことになるんですが、どういうことかというとね、人体っていうのは80% が水でできてるんですよ。 80% がね、その水がうまく働いてないと不動性、回転性のめまいが起きると考えてるんですよね。具体的に、分かりやすく言いますと、どんな感じかというとですね、ふらふらした状態ね、先ほどのふわふわふらふらした状態なんですけど、例えばお酒をいっぱい飲みますよね。お酒をね、お酒をいっぱい飲むとね、体の中がもう水浸しですよね。水浸しになるとどうなるかと、お酒飲んだ人ってフラ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 としてますよね。まさにこれが水の異常なんですよね。お酒を飲んでなくても体の働きが悪くなって、水がうまく働かないと、先ほど言ったようにお酒飲んだフラ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 した状態と、似た状態になってしまって、ふわ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 と、なると考えてるんですよね。もう一つはですね、これは洗濯機と思ってくださいよ。洗濯機、
ね、洗濯機の水がぐる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 って回ってますよね。ぐる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 回ってるんですよ。その水がぐる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 ってね、ぐる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 って頭の方まで回ってくるんですよ。そうするとぐる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 って回っちゃいますよね。これがまさにこの回転性のめまいなんですよね。どちらにしても体の水がおかしいですよと考えるんですよね。まあこのね、今撮影させてもらってる時期はですね、実は梅雨の時期なんですが、めまいを訴える患者さんが、まあ、結構いらっしゃるんですよね。これはどういうことかというと、まあ、人体っていうのは先ほど言ったように 80% が水なんですよね。梅雨ね、低気圧、湿気、これっていうのはもう水ですよね。その水が近づいてきて、水対体の水で体の水がおかしくなってしまうわけなんですよ。そういったことでこのふわふわしためまい、ぐるぐるしためまいがですね、起きる患者さんがいらっしゃるんですね。まあ、そういったことでね、当院もまあ治療していくわけですよ。今は梅雨の時期だからといって梅雨のまあことをまあ例に例えましたが、もちろんそれ以外の季節でも、状態でもこの水の異常を起きるわけなんですよね。まあ、それでですね、まあ病院に行ってね、改善しないとか、病院に行ってまあ治療してるんだけど、まあ、めまいが治らないとかね、あとはまあしばしばめまいが起きるとか、慢性的にめまいで困ってるっていう場合はですね、もう病院ではもう絶対に治らないですね。絶対に。なぜかというと、先ほど言ったように、根本的な原因とか明確な原因を、確定してないからなんですよね。逆に言うと確定できないんですよね。人体っていうのはですね、科学で証明できない部分もたくさんありますので、こういった場合はもう東洋医学の方が絶対強いですね。東洋医学はそもそもがツボね、ツボっていうのは目に見えませんよね。ツボの道、経絡っていうんですが、目に見えませんよね。目に見えない病が非常に得意なんですよね。こういった時にはですね、東洋医学が、まあ、非常に有効性が高いですよね。まあ、めまいでね、お困りの患者さんは、まあ、病院に行ってもね、治らないでもいいんですが、まあ、一番先に来てもらっても結構なんですが、かなりの確率でですね、改善することが可能ですので、東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めいたします。以上です。